なんだかよくわかんなかったね。おはようございます。2018年3月の12日、朝の7時27分です。よろしくお願いします。何だったんだろう、結局。はい、おかえり。ミスター K さんいらっしゃい。柑橘か。腹減ったな。おはよう、みんな。おはよう、リヒト。おはよう、ニャコワダツ。おはよう。ふう、ちょっと寒いな。寒い。アイテムありがとう。コメント少ねえな。けんだめ、おはよう。おい、ポーラさん、ありがとう。ニコマありがとう。タカさんありがとう。
おはようございます。ハスサモさん、いらっしゃい。おはようございます。はい、ワードツー。肉まんって何やったら入る？勝手に持ってる。なんか、あれな、三国志を10分見ると、要はこの枠を10分見ると追加されるとか、そういうことじゃない？なんかそんなこと書いてあったよ。三国志。バニーとポリフェノールさんの狐枠で見学してた。そうなんだ。へえって感じだね。へえだね。へえって。要はメガホンと一緒だね。無料アイテムだね。多分ランキングに、オールバックにはありがとう。腹減ったな。アイテムありがとう。まったりだね。いや、デコ広くなってるね、実際ね。まあ32でこんなもんなんじゃないの。デコ広くなってるよ、実際。気のせいじゃないと思うね。年取るっつうのはこういうことだな。俺も年取ったよ。かっこいいハゲになるんだ。ハゲ界ナンバーワンのかっこいいやつになってやろうと思ってる。まあハゲ似合う方だと思うよ。許されるハゲでしょ。許されるハゲ。ハゲ顔だよね。指はもう4本、5本じゃない。5本だな。5本。ちょうど5本だね。仕上がってきたよ。まあこんなもんでしょ。腹減った。ラーメン食いてえな。朝からいい声ありがとうございます。モーニングってわけじゃなくて、普通にご飯食べたいね。腹減った。何食おうかな。正方形の紙で五角形作れる分度器とハサミ。分度器とハサミだけ渡されて。分度器とハサミか。どうやって作るんだろうな。分度器とハサミだけ。どうやって作るんだろう。分度器とハサミだけで正方形？いや、紙をさ、こう斜めに折ったら正方形にならない。俺だったら分度器とか使わないで、紙を斜めに折るけど。俺ね、ラーメンインスタントは食わない。紙をさ、こう斜めに折って、そこを対角で切ったらダメなのかな。
どうやって作るんだろう。正五角形か。ごめんごめん。正方形だと思った。正方形の紙で正五角形作れないかな。わかんないね。わかんない。定理とか台形の面積も求められないぐらいアホになってるから。定理がわからん。カップラーメンあんま食べないね。カップラーメン好きじゃないんだよね。思いっきり添加物の味だから。カップラーメン食べないな。だったらインスタントラーメンの方が好きだね。なんでなんだろう、子供の頃からあんま食べてないから食べ慣れてないんだよね。あんま好きじゃないな。みんな食べる？カップラーメンとか。まあ売れてるからな。高いし腹にたまんないし、あんまり好きじゃん。っていうか美味しくないね、単純にカップラーメン。チェーン店っていうか、俺が行く場所は、ホーメンっていうやつと、ホーメンとタツノヤの2択かな？ホーメンかタツノヤだね。72度で直線引けばいいのか。でも線の幅がわからないとダメじゃない？ 72 をどこから引くのかによって変わらない？言ってる意味わかるかな？線の長さも合わないとずれるし。まあ俺が、じゃあ俺の答えの出し方言うけど、92人見てるから誰かに聞く。92人の中に頭がいいやつがいるから。だから分度器と紙渡されたら質問するね。それが俺の生き方。賢いやつに聞けばいいじゃんっていう。作れなかったら答えもらえばいいじゃんって考える。その分母がでかければでかいほどいいから、俺はとにかくその答えを知ってるやつと巡り合う確率を上げるっていう。はい、けん何名いらっしゃい。だから1000人とか1万人とかのフォロワーが増えれば増えるほど正解にたどり着けると思ってるかな。俺はそれが賢い生き方だと思ってる。自分はバカでいいから、賢い人にフォローされればいいっていう。角を切れば正五角形にならないのか、わかんないね。ありがとう、アイテムありがとう。星書いたらよい。その中心が五角形。線を引いて書く。長さはどうすんの？対角線の長さはどうすんの？なんか角度は72で多分合ってるんだろうけど、問題はあれ72、長さをどうするかじゃん。逆からやっぱ長さだと思うけどな。長さが分かってないダメだと思うけど、どうなんだろう。内側書いてこう書いてこうぶつかるでしょ。こっから直線引いて、わかんねえな。作れんのかな。
あんまりなんか関心が湧かないね。どうにかなんだろうみたいな。頭いいやつがどうにか答え求めんだろうっていうのなんか刺激が湧かない。108度か、そうだよね、90度以降になるから外に引くけど、辺の長さをどうするかだよな。だからずれちゃうんだ。だから星書いた方がまだ分かるかもしれないんだな、こう来て。こう引いてこう引いてクロスするところがあってっていう、そのやっぱ公式が分かんないと分かんねえな。小学生の方が分かんじゃないの、中学生とか。多分小学生ぐらいの問題だろうけど、正五角形どうやって作るかって。二等辺三角形をまず作っていけば綺麗な星ができる。星ができたらだって結ぶだけじゃん、星が描けるんだったら。星描いたらまず勝ちだよ、結べばいいんだもん。大丈夫だよ、正五角形世の中で売ってるから大丈夫だよ。俺らがやることじゃないって、正五角形は。頭いいやついるから。なんで俺らが定規とコンパス、コンパスだったらまあできんじゃないの、こうやってグーグーって引いてきゃいいんだから。なんかコンパスっていうのはさ、決められた距離が測れるっていうわけだから。いや、なんなら俺分数の割り算っていうのが意味わかんないからな。分数の割り算とか分数の掛け算の意味がわかんなくない？ 3 分の1割る3分の1、あ、じゃあ分数の割り算はわかるの。分数の掛け算の意味がわかんなくない？分数の掛け算。3分の1のケーキわかる。かける3分の1は、その何これみたいな。なんでかけるの3分の1みたいな、わかる？なんかよくわかんない。分数の割り算だけな、なんか意味わかんないよね。いや、わかんないですよね、世の中に。サイン、コサイン、タンジェントって何に使うんだよっていう。サイン、コサイン、タンジェントわかんないんだけど俺。なんかこう実用的なのだけでよくない？算数わかるでしょ、さすがに。かけてるのに9分の1どういうこと？よくわかんないよね。3分の1はケーキ、例えばホールケーキを3分の1にします、わかるじゃん。を3人で食べます、かける3は食べられたケーキはいくつ、これわかるじゃん。かける3、3分の1のケーキを3人で食べるとかわかるじゃん。3分の1のケーキかける3分の1ってなんだみたいな。なんだそれみたいな。割る3分の 1?3 分の1のケーキを3人で割るとかならわかるけど、3分の1で割るってなんだよみたいな。それ何みたいな。3分の1のケーキを5分の1でかけるって何？誰か教えて。3分の1のケーキを5分の1かけるっていうのは、例えばどういうシチュエーションなの？
5分の1かけるって何なんだろう。文章にできないからもうわけわかんないよ。そのシチュエーションが頭に浮かばないよ。アホだから。ゼロかけるって必要かって思う。ゼロかけるとゼロになる。まあまあ、何かしらで必要なんじゃないの。うん。あ、別赤、ありがとうございます。ゆりやさん、おはようございます。3個のケーキをそれぞれ5個にさらに分ける。梅さん。え、どういうこと、どういうこと、もう一回言って。3分の1かける3分の1っていうのは、あー、頭いい人いた。3分の1かける3分の1っていうのはそういうことなんだ。3個のケーキをさらに3個とか5個に分ける。頭いい人いた。賢い梅さん、賢。ケーキ、ホールケーキを3分の1残ってて、それをさらに3個とか5個に分けるって意味か。それだったら割る5でいいんじゃないの。3分の1割る5でよくない。だから分数の、そういうことじゃないの。俺それだったらわかんの。3分の1割る3でいいじゃん。かける3分の1の意味がわかんなくない。わかる、言ってる意味。だったら割る3でいいじゃん。公式的には俺だったらそう書くの。3分の1割る3でよくない。なんで3分の1かけるの？そこが数学のややこしいところなんだよ。意味がわかんないよね。言ってる意味わかる？いや、わかるよ。イコールなのわかるけど、日本語としておかしくないっていう。なんか、じゃあ、それが俺がアスペなところなんだよ。割る5じゃん。どう考えても。それ概念的には。イコールかける5分の1っていうのは分かる。公式的には分かるんだよ。ただかける5分の1の意味が分かんねえっていう。小数を分数に置き換えると表現もできる。5分の1をかけるっていう表現が分かんない。まあまあまあ、そう、それは分かるんだけどさ。あ、でも賢いね、梅さんね。いや、俺こういうのすごい気になるの。ふわちポイントアマゾンポイントに変換して税金がかかるのか。どうなんだろう。まあ、かかる。厳密に言うと、ふわちポイントアマゾンポイントに変えて、それで買い物をしたトータルの数が税金かかるはずなの。これが俺の解釈なのね、チャム。多分、税金的に言ったら。アマゾンポイントに変換した時点で買えるっていうことは、アマゾンポイントを買った、アマゾンカードを買った時点で税金がかかるっていうのおかしいじゃん。消費税かかるのわかるんだけど。なんかかからないっていうのが俺の判断なんだけど、それでこの前ミズニアンと揉めたんだよ、サメ島さんと。サメ島さんとミズニアンはかかるって言ったの。でも、経営者とかと話をしてる限りだと、リスナーさんで和道が合ってるって言ってたね。じゃないと、ダブルインカムになっちゃうから。アマゾンポイント使った時にも、要はふわちポイント変換した時、ポイント買った時、さらに買い物した時に金かかったらおかしいじゃん。だから物品に変えた時点でかかるっていうのが俺の判断かな。割る5イコール5つに分ける。5分の1は5つに分けた。いや、違うね、一郎さん。
割る5とか5分の1はわかるの。それをかけるっていう言葉が意味わかんないってこと。え、返還して税金かかるって考えてんの？商品券買った時に、それに税金かかるのとイコールだよ。ありえなくない？例えばみんながコンビニで商品券買った段階で税金かかるんだよ。それをかかんないでしょ。おかしくない？ポイントに変えた時点でみんながコンビニでアマゾンギフト券買ったらそれに税金かかるって言ってんのと一緒だよ。おかしくない？俺もあんま詳しくねえからわかんねえけど。確か物品に変えた段階で税金かかるんじゃねえかと思ってたけど。なんかでも税理に詳しい人いたな。どっちでもいいって。両方ともできるって言ってたね。ただ、どっちかで払ってれば問題ないはずって言ってた。ただ、どっちのやり方でもできるって言ってたね。ポイントイコールお金になるんだったら、もし前者だけの考え方だったら会社経営できないし、ポイント買わなくなるでしょ。わ かる？だったら、買い物した時に買うべきじゃないっていう。フワチポイントが報酬とかになるのであれば税金はかかるの。いや、どこで払うのかって問題なんだよ。結局。もうこの議論もめんどくさいからやめよう。税金払えばいいんだから。所得税と税金をごっちゃになってる。どういうこと？それってアマゾンポイントが貨幣と同じものだっていう考え方？消費税の話じゃない。そもそもの質問が消費税なの。消費税は何やってもかかるから。そうじゃなくて、所得としての申告をするときってことでしょ。それ買い物したときは消費税はかかるけど、それ消費者の考えだから、事業者としての売り上げの考え方よ。消費税はかかるよ。あ、コンビニで買ってる時もかかるでしょ。そうじゃなくて、アマゾンポイントを所得にされるんだよ。炎上チケットは経費にしてないですね、僕は。要は、フワチポイントお金だって、要は、フワチポイントに対して税金はかからないっていう考え方。要は、フワチポイントに税金がかかるってなっちゃったら、国としておかしいのよ。あのね、この話めんどくさいしね、そもそも理解、税金の仕組みを理解して前提で話してるのかっていうところがあるから。しなくていいっていう顔ちゃんと俺は同じ考え方だね。ただね、要は個人事業主とか株とかやってる人じゃないとこの会話できないと思うから。難しいんだよ。だから俺はそうしてる。現金に対して、税金を払うっていう一番シンプルなやり方ね。例えば T ポイントカードをもらった時点で T ポイントカードをお金に換え、100万円分の T ポイントカードのポイント持ってるっつうんじゃん。勝手に溜まっちゃって、そこに税金かかったら嫌でしょっていう話を俺はずっとしてたの、前回。だけど、なかなか意味わかんねえってなるじゃん。意味わかんないでしょ。だったらポイントなんていらねえよって話になってくるじゃん。売上の税金。梅さんね、それは賛否両論あるっていうか、法が追いついてないっていう。そう、ポイント自体は財産ではないの。だからそこはガバガバなんだよ。国がまだ追いついてないっていうか、そりゃそうだよなっていう。ああ、じゃあもうカオさんは間違いない。多分俺が言ってんので合ってるでしょ。俺が言ってんので合ってるでしょ、カオさん。
俺は調べてる限りではそうだったんだよね。うん。だから、ふわっちポイントは失効するから、例えば俺が100万円分貯めてました。ね。で、ポイントにお金がかかるんだったら、1年後ほったらかしてて100万円が消えちゃいました。でも税金は払ってくださいって国に言われるんだよ。おかしくない？ 要は、100万ポイント持ってても知らなかった熱さわって言ったら30万円とか請求来たら怒るでしょ、みんなだって。そうそう、現金化して所得になると考えるのは普通でしょ。俺はアマゾンポイントを使った時に、まあ俺アマゾンポイントに変えてないからあれなんだけど、普通だったら物品に変えた段階のトータル額って考えるのが普通かなと思ってるかな。うん。そうそう、微妙なところなんだよね。うん。そう、第三のマネーって言われてて、だから流行ってるっていうのあるんだよ。いや、グレーゾーンだから流行ってるのよ。これからだから盛り上がってきたら法整備されると思うよ。要は、例えばみんながスマホゲームやってるじゃん。それが現金に変えられるものだとしてさ、現金で買ってるものとか、それが貯まれば貯まるほど税金払えって言われたらバカじゃねえのって思わない？ 意味わかんねえってなるでしょ。ゲームで遊んでるゴールドに税金かけないでしょ。例えばみんなが言ってるのさ、ドラクエで遊んでるゴールドに税金かかるって話よ。超極端な例かもしれないけど。一応だから、電子マネーは物品でしょ。急務だね。俺も同意見。そろそろ、国が本気で考えないといけないっていうか、ルールブックがないからこうなってんだよ。うん。そう、今考えなくていいよ。国がルールを定めるまでは考えなくていいんだよ。っていうか、どっちにしろ払うんだから。現金化した段階で払うんだから。でしょ？だから、ふわっちも半年間のポイント、執行期限っていうのをつけてんだから脱税なんかしようがないんだ。うん、微妙微妙。うん、とはならないと思う。お役所仕事の人って、なんつうの、上からの通達がないと動かないから独自の判断しないよ。要は、国税も、まあ、ちゃんと動くときは動くけれども、そのグレーゾーンに関しては動けないよ。だって勝手な判断してさ、間違えたら大変なんだもん。いや、アマゾンポイントに変換できると思うよ。それができなかったら、ペックスとか、なんだろう、アマゾンポイントに変換できなくならないと思うよ。なぜそう考えるのかがわからない。はっきり言って。なんかその自営業とかやったり税金のことがわからない人がそう勝手に憶測で言ってるだけな気がする。逆になんでポーラ化粧品みたいな話になるのかがわかんない。そう。そう、憶測とか思い込みでみんな話しすぎなんだよ。調べて話さないと。そうあってほしいっていう願望で話しちゃうと、他の仕組みがダメになることっていっぱいあるのよ。で、俺が考える限り現金化で、現金、もらってる部分に関してでやるっていうのが一番、まあまあ、普通というか、一般的だよね。うん、例えばどうなんだろうな。うん、例えるのが難しいな。例えば、そう、憶測の慣れの果てが過激なんですよ。例えば、ビットコインで俺が、ふわっちポイントじゃなくて、ビットコインで俺が寄付を募っていた。1000万円貯まりました。で、もらったビットコインにどう課税するのかみたいな話なのよ。そうじゃなくて、そのビットコインを現金に変えた時点で課税でいいんじゃないっていうふうに俺は考えてる。いや、SNS やってるからね、それは嘘をつくつもりはないかな。
要は税金っていうのはあくまで日本銀行圏とかに適用するもんだっていうのが俺の考え方かな。もしくはまあ、そう、天城風とかに関しては課金した部分、買い物、失効した部分に関して使いますよっていう法律のガイダンスがあるわけだから、現在。まあ、いや、アンチいっぱいいるよ、俺。売上に計上しなければ良い話。それでも思いっきり脱税じゃない？そこまで行くと。不発ポイントで数百万あってさ、申告しなかったらそれはダメじゃない？現金も受け取ってたら。売上計上しないとそれ脱税でしょ。例えばだってふわっち多分売上で現金これくらい出してますよっていう報告税務署に出してると思うんだよね。めくれると思うよ。アイラとかテルクラスがやったら。どうなんだろう。はい、ワードツー。まあでも配信者が税金のこと考えなくちゃいけなくなったっていうのが幸せでならないけどね。幸せな、なら悩みだよね。食えるやつが増えてきたんだもん。幸せ。いいサムネだな。もしもーし。あれ？もしもし？もしもし。もしもし。俺の声聞こえてる？みんな。俺の声は入ってる？みんなに聞こえてる？なんで反応がないんだろう。俺の声聞こえてる？ってことは、凸者さんの声が聞こえてないってこと？コラボ者さんが聞こえてない。どうすればいいんだろう。俺も聞こえないんだよね。俺の声は OK。ダメだったね。俺の声だけだよね。何だったんだろう。あって、まあしょうがないね。いや、グレーなら適当なこと言わない方がいいよとコメント欄に言いたいわ、俺。少なくとも俺、調べて言ってるからね。調べて言ってるし、当事者だから言ってるから。グレーなら適当なこと言わない方がいいよと俺、コメント欄だよ、まさに。憶測で物語ったらダメでしょ。わあ、ありがとうございます。ファンタスティック花火ありがとうございます。高光に。あー、この人に出した。うちリプキンじゃんよ、ミスター K さん。リプバンバン飛ばしていいよ。
基本的には俺に向かって喋ってると思っちゃうから、うちリプオッケー。議論するときは、あれでしょ？何さんだっけ？かおちゃんさんに言ったんでしょ？かおちゃんにリプ飛ばしていいよ、全然。これは申告は義務あると思うよ。ありがとうございます。お仕事頑張ってください。ファンタスティック。ありがとう。うちはリプ大歓迎。みんなで議論しよう。煽りとか、バカとか死ねとかはダメだけどね。俺は注意するけど。それはダメだよって言うけど。たまにいる。なんか、ただの人格否定は嫌い。ただ、議論することに、俺は意味があると思ってる派だね。人格否定は絶対嫌だ。意味がないからね。ゆうさん、ありがとう。ういっす、ういっす、アンコロいらっしゃい。例えば競馬で儲けたとします。厳密には計上しなくてもいい。え？いいのですか？誰も計上します。しなくてはいけないか。しなくては。ありがとう。グレート花火ありがとう。休みますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ハッサムさん、いつも。厳密には計上しなくてはいけない。誰も計上しない。それは日頃損してるのをマイナス計上する必要がないから。いや、違うでしょ。法的に言ったらちゃんと申告しないといけないんだけど、誰もめんどくせえからやってないっていうのが問題なんじゃないの？そこはね、かおちゃんとね、いや、かおちゃんと俺の考え方違う。申告義務はあるけど、脱税してるっていうニュアンスだね。だから、みんながやってなかったら、私もやっていいっていうのは、なんか赤信号をみんなで渡れば怖くない理論だと思うのよ。俺はだからその考え方は否定的かな。肉まんありがとう、かおちゃん。ただ、配信者も別に節税していいと思ってるね。例えば、企画でかかった交通費だったりとか、パソコンとかをちゃんと、経費で落としていいと思ってる。そう、バレなきゃいいっていう考え方はダメだと思ってるね。そう。バレなきゃいいって考え方ではない、俺は。肉まんありがとう、チャム。まあ、実際に税務署動かないでしょっていうのは確かにそうだと思うけどっていう。まあ、例えば予算で競馬で当てた100万税金払ってるのかって言ったら微妙なラインだよな ちゃんと計上してんのっていう。偉いじゃん。グレーな部分は全て申告。偉い偉い。節税っていうか、まあ普通に経費で落ちる部分をやっていいと思うよ。ミーティングとかの喫茶店代とか。それは、税金払うときに権利だから。去年競馬で儲けた分に対して、それまでの負債を本質として計上できるかどうかっていう裁判あった。あって、負債を損失として計上できた。だから、その裁判はすごく有意義だったんだよね。ちゃんと計上したのに損をしちゃったんだよね。競馬、知らない。現金で受け取る条件あるか、やったことないからわかんない。おお、肉まん10個ラッシュありがとう。すごいね。肉まん誰これ。たくさん肉まん持ってんだ。ありがとう。要は、法的に言ったら、損失として計上できるんだよね。経費計上なんて事実、ギャンブルでどう計上するんですか？どう計上するのか。ギャンブルじゃないって、遊技場って扱いなんでしょ？パチンコとかの場合だと。
だから今まで馬券いくら買い物したかっていう証明、要はそれがね、負けた額で、勝って戻ってきた額と差し引いたんじゃないの？わかんないけど。だからね、こういう問題、俺ね、本当に思うんだけどね、脱税ができる仕組みっていうのがあるわけじゃん。要はね、マイナンバーで銀行と紐付けて管理なんて余裕でコンピューターでできるんだから、要はね、金持ちのね、税金のその脱税に使われてるだけなんだよ。いや、経費で計上、経費。まず遊ぶ場所だからな。でもパチスロライターとかは別に経費計上していいと思うよ。そう、遊技場だからね。そう。地方によって異なったんだ。なるほどね。相手もありがとう。魏呉蜀の三国志って結局どこが勝ったんだっけ？魏呉蜀ってこれ結局どこが勝ったの？最終的に。遊戯は労働ではない。なるほど。パチスロライターはじゃあダメってこと？お、降りないってこと？パチスロライター。就労に当たらないのかな？どうなんだろう。まあでも、この遊戯は労働ではないっていうのは説得力あるね。すごくパンチのある言葉だ。もう税金の話やめようぜ。めんどくせえ。いや、俺はそう思ってるね。島津貴光は生きてる意味がない。あなたは生きてる意味なんかあんの？スロキン、そうだね、言ってないね。スロット言ってないね。ちょっとやりたいかやりたくないかで言ったら、本音を言うとちょっとやりたい部分はあるけど、やっぱり左腕は大事だから。言ってないですね。まあ、ちょっと行きたい部分はあるね、どっかに。でもまあ、行って後悔するんだからやめた方がいいよね。言ってないですね。左腕切り落とすって約束したかんね。パチンコとパチスロはもう永遠にフォーエバーで禁止したから。金がなくなるほど、まあそうだろうね。金持ちほどパチンコとパチスロ行かないだろうね。まあ、行くから金なくなるっていうシンプルな理屈だから、やっぱり貧乏人が楽しむもんだろうね。偉いかどうかわかんないけど、偉いと
とも違うと思って、自分自身で決めたことだから、やっぱ後悔が強いっていうのは良くないっていう。あのね、別にね、ギャンブルで金を失うのなんかどうでもいいんだよ。だからね、時間が戻ってこないっていうのは、もう絶対にダメだと思って。ギガ買ったんだ。ありがとう、カオさん。偉いとかじゃないんだよな。なんかね、パチンコ打ってて楽しいんだけど、別に負けても勝ってもいいんだけど、金いくら失ってもいいんだけど、なんかリスナーの金がとかそういう綺麗事じゃなくて、1日8時間とか10時間とかこうやってボタンを押すために俺生まれてきたんじゃねえよなって思っちゃうの、帰りに。勝っても負けても後悔すんの。俺何やってんだろうみたいな。いや、我慢じゃないんだよな。なんか結局やりたいっていうのは射幸心かなんかで、帰り際に虚しさが残るんだよ。バカ臭いんだよね。そう。ウリさん、肉まんありがとう。なんかバカ臭くない？勝っても負けてもボタンを押すのに一日潰すってさ。あ、そうなんだ。副業なのね。俺はなんかね、こんなことやるために生まれてきてねえよな、みたいな。いやいや、パチンコって簡単だよ。ハンドルをこうやってやるだけだよ。で、ずーっとボケーっと真ん中に入るの待ってるの。で、ハンドル強弱で、その真ん中に合わせるところやって、ずーっと何時間もこうやってるだけだよ。カズおはよう。さっきあれだよ、カズ。コラボ上がってきてくれた人が、カズの出産感動しましたって言ってたよ。負けてる時とか、勝ってる時も負けてる時も同じで、なんか、バッドバイブレーションっていうか、なんか、あんまりなんかこう、いい時間と金の使い方ではないなと思って。なんか何も学ぶことがないっていう。ただそれだけ。ありがとう。でもね、ケンタンメンがパチスロ行ってないって言ってくれてありがたかったわ。逆に行きたくなくなった。いや、誰だったか忘れちゃったよ。そう、時間がもったいないし、なんか何も学べないんだよ。で、唯一その共有できるのがパチンコ好きな人としか会話ができないじゃん。何々の演出熱いよねとか。それってでも、なんかうまく時間を搾取、時間と金とね、大事なもん全部搾取されてるだけだから、別になくなればいいとか思わないし、パチスロ好きな人いいんじゃんって思うけど、俺は合わないね。酒と一緒だね。バカバカしいわと思って。すげえバカバカしい。やっぱね、作らないとダメだね、何かを。そう。要は、パチンコと風俗と、なんだろう、そういう話って、すごく低俗なんだよね、やっぱり。なんか今、ご病気で頑張ってるって、闘病生活頑張ってるっていう、入院先から電話かけてきたのかな？ただその人だったよね。なんか入院先から電話かかってきて、今病院から凸かけてるって言って、朝6時くらいの人だったかな？なんか、カズって名前は知ってなかったけど、感動しましたって。なんだろうね。ギャンブル、ポーカーとかやりたいけどな、駆け引きは絶対楽しいでしょ。そういうのはね、いい時間の過ごし方っつうか、なんかあると思うんだけどな。機械相手になんかやるのってバカバカしいよな。最近ね、徹夜見てんの。昨日ね、ずっと徹夜見てたんだけど、徹夜いいよ。房州さんいいね。わかる？房州さんいいよね。運と力について語ってたね。いや、わかんないけど。わかんないね。何に感動したんだろうね。それは本人に聞いて。あー、らしいよね。
報酬系って言うんだっけ、脳の作用。報酬系の作用が働くと、出ようが出まいが、もうボタンを押した瞬間にエンドルフィンが出ちゃう。要は台に座ったりとか、台のレバー叩いた瞬間に当たるとか負けるとかじゃなくて、もうエンドルフィンとか出ちゃうんだよね。だからもうただボタンを押すマシーンとかすんだよ。オナニーと一緒なんだよね。生レバーあれ何なんだろうね。豚肉の生レバー食べさせるんだよね。なんか高級品だったのかな、当時。なんかスナックで出すよね。あれでもかっこいいよね。出銭は験が悪いから。お代はいいよ。出銭は験が悪いから。あの店どうやって成り立ってんだよっていうさ。あのスナックさ、客全部さ、売人ばっかりじゃん。で、売人に金取らねえんだよ。出銭はいいよ。原が悪いだろうとか言って。あ、お代はいいよ。出銭は原が悪いだろうって。いつも会計払ってないんだよ。あの店どうやって経営成り立ってんだよっていう。思わない？いや、本当にね、かっこいいんだけど、あの店なんか悪いことやってるだろう。いや、花火いい感じじゃん。安心したわってね、これね、俺ちょっと深刻な問題を抱えてるんだけど、ちょっと本音言っていい？最近の本音。本音言っていいですか？ちょっと。あのね、一部の大金持ちのリスナーさんが投げてくれるようになったのはすげえ嬉しいんだけど、普通に今まで投げてくれてた人が投げなくなったの。俺すげえ今危機感を覚えてて、いや、これ本音なんだけど、投げられてるからいいやってなっちゃってるんだけど、みんなの力でここまでやってきたわけだし、俺のいつもの感覚よ。いつも言ってるんだけど、少なくてもいいから自分の身の丈に合ったやつ投げてよって言ってたじゃん。で、今まで応援してたから一生みたいになって、勝利を急に払わなくなった感覚なのよ。で、この今大きく投げてる人たちに負担が集まってるから、結局なんか、そう、安心しちゃってるっていうか、ぶっちゃけ話言うと、いなくなったら投げるだろうじゃなくてさ、いつも言ってるけどさ、応援してくれよっていうのあるんだよね。変わらず投げてくれてる人もいるんだけど。そう。なんか、それはちょっと残念っていうかさ、なんでかっていうとさ、今まで通り投げてくれたらもっと上いけるわけじゃん。マンスリーとかレベルとか評価が上がるから、そう、なんか悲しいなっていう。なんか、やっぱりその金持ちが投げてればいいやっていう構造になってんのがちょっと悲しいね。まあいいんだけど。ありがとう。パッフェありがとう、ルシー。ブレないね、ルシー。ありがとうございます。まあいいんだけどね。まあそうなんだろうね。でもそんなこと言ってさ、いつまでも貧乏なままだから俺やだよ。俺に夢をくれよ。配信ドリーム。ありがとう！バーガーありがとう！うまくいかないわけじゃないんだけどね。そうだね。いってらっしゃい。ありがとう。おはよう、かなちん。ふわっち以外の収入、ステッカーぐらいじゃない？ステッカーと YouTube だけど、ふわっちがほとんどない。もうちょっと YouTube に力入れないとなって思ってるけど。でもね、YouTube がね、収入上がったんですよ、最近。アイテムありがとう。いや、そうだと思う、カズ。いや、そうだと思うよ。要は、俺卒業みたいな感じになってんのよ。違くて、いつも言ってんだけど、だから、身の丈を超えるのを投げないでっていうのと、身の丈に合ってる部分は投げてっていうのはイコールだから。わかるかな、この感覚。違うんだよ。俺、少なくてもいいから、パフェだろうが、バーガーだろうが、ハートだろうが、風船だろうが、変わらず投げられる額を投げてほしいの。見てくれてる間は。なんかね、複雑な気分よ。なんか、じゃないと、どんどん上に行けないし、俺が花火師にすり寄ってく配信者になっちゃうんだぜ。嫌じゃん。まあいいさ。これも経験だからね。嬉しい悩みだよ、本当に。どうすれば元に戻るかって、こうやって訴えかけないとダメじゃん。俺はいつも言ってんだけど、
月収とかの100分の1投げてくれたらすげえ嬉しいって言ってる。みんなの月収の100分の1暇つぶしは任せろって言ってんの。100分の1払ってお釣りが来るぐらいのことはやってやるっていう。だから、100万稼いでる人、あ、100万稼いでる人、1万か少ねえか。まあ難しいけど、20万稼いでる人は2000円ぐらい投げてくれたら嬉しいよね。花火月2発とか。で、だよね。いや、一番最高なのは、みんなで爆投げして、やっぱ気合い入れて、この日デイリー取らせようとかなったら面白いよね。まあ、いろいろ考えてる。俺も勉強中だよ。勉強中。花火だけじゃないし。花火だけじゃないし、なんつうんだろう。みんなでこう盛り上がる形を作っていかないとね。花火も大事だし。おでこ好き？ありがとう。嬉しいよ。母ちゃんありがとう。ウィッグじゃないよ。前髪下ろしてただけだよ。俺もともとデコ広いよ。隠してたっていう言い方失礼じゃね？別に隠してねえから。ただセットするのめんどくさかっただけだわ。正直。俺よりデコ広いやつなんか腐るほどいるだろう。なんで俺だけいじられるんだよな。あと一番ね、嫌だなって思うのが、アイテム投げません宣言をコメント欄でしてくる人とか、俺に報告してくる人がたまにいんの。LINE とか DM とかで。もう投げませんって。あのね、俺にもう投げませんっていうのってどういう意味なのかっていうのをちょっと考えてほしいよね。すごく傷つくんだよ。それってお前に価値なんかありませんって言われてんのと同義なんだよ、俺からすると。もうしばらく投げませんっていうのは、お前はしばらく価値がないですっていうのを未来形で宣言されてるようなもんだから。でも俺別にハゲ隠すつもりないかんねん。おはようございます。だから、それはちょっと、どういうニュアンスで言ってくれてんのかわかんないけど、言わないでって思うね。特にコメント欄で言われるっていうのは、みんなにそうしようぜって言ってんのと、そう。みんなにそう、俺と同じ気持ちわかるだろうって言われてるような感覚して、よう分かんない。だって、そのさ、140人、200人とか見てるわけでさ、俺の一挙一動で気に入らないとか気に入ったとかって、賛否両論分かれるわけじゃん。だから、昔はどうやったら多くの人好きになってもらえるだろうと思って考えてやってたけど、ブレるように見えるんだよ。はい、リスナーからすると。だからもう関係ねえと思って、自分の言いたいこと言うだけにした。で、それでもう気に入る気に入らねえっつうのはしょうがないよね。難しい。奥が深いよ。だんだんね、今年はでもね、悟りが多いっていうか、配信者として考え方がしっかりしてきたね、俺の中で。だいぶ。なんか、配信っつうもんはこういうもんなのかっていうの手応えを感じ始めたね。ありがとう、アイテム。難しいよな。いや、ドラム見た？ドラム。応援ありがとう。ドラム見てくれた？みんな。ドラム。俺のドラムプレイ見た？リツイートしてくれた？いいねボタン押してくれた？頼むぜ、みんな。ツイッター見てよ、ツイッター。ツイッターいいねも応援だから、みんな押してきて。大使ありがとう。ありがとう、アイテム。よくない？ドラム。いや、生主バンドやりたいよね。いや、って言うでしょ、カズ。ドラムは普通に閲覧下がらねえから。
著作権大丈夫。なんでかっていうと、その音楽の肖像権って何小節って決まってるから。大丈夫です。はい、で、YouTube の方は、著作権持ってる人たちに配られるんで。じゃないとコピーバンドが禁止になっちゃうでしょ。いや、マジどころか結構ドラム見てきな。ツイッターに動画上げてるから、これ見てごらん。むしろ好評だったよ。ギターは、あれだったけど、好評じゃないけど、ドラムは普通に閲覧持ってたよね。普通に結構楽しいってなってたよね。てか、なんか知んないけど、ドラムの評価は高かったよ。あれってギター下手だけど、ドラム、まあまあ、ドラムの方が上手いね、みたいな。結構かっこいいとか、結構来たもん。ねえ、何なんだろうね。朝方見てくれてたよね、けんたんめも。意外と良かったよ、つって。TS 全然見れてないんだ。見て、ツイッターにドラム編集してあるから見てきなよ。今 URL 貼ってあるやつがそうだよ。オリジナルソング作りたいね。一つの曲を最後までやってるのはね、見れないと思う。好きな曲じゃないと。っていうか、あるけど、タイムシフトにあるけど、俺がリスナーさんからリクエスト来たの即興で叩いてるから、グダグダな部分が多い。TS に残ってんのよ。数ヶ月ぶりだもんね。カンタローってコメントでみんなが書いたら、ニコ生っぽい。カンタローってみんな書いてくれるんだろうね。面白いよね。ねえ。おはようございます。おはよう。そうだね。ふわっちは配信でコピーしてもジャスラックと提携してるから、問題ないですね。ちょっと前にクリアしたね。サイトの一番下にジャスラックの番号入ってるはずだよ。あ、書いてあるね。一番左下に書いてある。ジャスラック番号、許可番号って書いてあるから。いいでしょ？なんかドラム配信は普通に好評だった。食わず嫌いなんだって。だから、ドラムでしょ？音楽配信はどん、つまんないじゃん、じゃなくて見た方がいいんだよ。あ、まさやさん、どうもどうも。見た方がいい。よかったでしょ？ツイッター。いいねボタン押した、ちゃんと。ドラムは意外と好評だったよ。カンタロー花火、いや、結構アイテムもらったよ、花火枠で。これ叩いてとか、あれ叩いてとか、リクエストいっぱい来て。これね、ギターとボーカルいたらね、コピーじゃなくてね、なんか即興でできるから絶対面白いよね。荒野と今度行きたいな。荒野とはね、実はね、出会った頃からこいつとスタジオ入りたいなっていうのはあったんだよね。もともと音楽やりたかったんだよね、荒野は。ありがとう。みんないいね押してね。
かっこよかった。リクエスト来てる。聞こえる？聞こえますよ。お前何その髪型？お名前お願いします。書いてます。地味萌えです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。何ですか？その髪型なんだって。オールバックですね。何オールバックってお前。色もなんだよ、それ。金髪と黒です。てかさ、俺ちょっとお前に一個言いたいことあったんだけどさ、お前捨て頃出たでしょ？はなんい。であのみっともねえ試合。はあ。おい。はい。あ、みっともねえ試合なんだよ、セゴロの。ちょっとお前。言ってる意味が分かんないんですけど、なんだよっていうのはどういうことっすか？どんだけテンパあるね、こいつ。セゴロのみっともねえ試合なんだったんだって聞いてんだよ。なんだったんだの意味が分かんないですね。お前腰引けてる状態でパンチ出して、お前、セゴロとか語ってんな、カス、お前。しょうもねえな、お前。まあ、また出んの？捨て頃。出ますよ。出んの？ じゃあ、お前は出ない方がいいよ。本当に。は本当に出ない方がいいと。お前練習してたの？あの時。まあまあ。ていうか僕、あなたになんでお前呼ばわりされないといけないんですか？お前呼ばわりしちゃいけませんなんてコラボ突ではないっていうふうに書いてないし、わかんないから。配信に常識なんてないと思ってるんですけど、配信常識あると思ってるんですか、じゃあ。いや、配信に常識がないの、おっしゃってる意味がよくわかんないですね。え、いだや、からまあおまあ、前っいいでていうす、いいふうです。に呼ばれる意味がわかんないって。ああ、まあまあ、あ大丈なた夫？の人間性の問題なんでしょう。ああ、いや、それで結構だよ。うん。じゃなきゃお前に対して噛みついて上がってこないからね、そもそも。はで、ステゴロ出るのに練習してたのっていう話からちょっと、問いをちょっと待ってあ。いるや、んだだかけらど、して大ま丈す夫？けど、なんすか？え、してて腰が引けてあんなはい。パンチをしてたの？ はい。え、だってさ、あれってさ、確かさ、見に来てる人お金払ってるよね。はい。え、それでさ、はい。え、オタクは満足なんすか？いや、満足してないから2に出るんすけど。あ、2に出て、また同じ感じに試合にならないように頑張れるんすか？どうでとしょ思ってトライしようとしてますね。はい。う？え、その前回さ、1回見てはたい。時、あれ練習してたの？まあまあ、足りなかったなと思ってますけど、やってましたよ。え、足りないって何の練習をしたのかちょっとお伺いしてもよろしいですか？それは見てないあなたの問題ですよね。僕は全部放送に載っけてましたから、なんで説明しないといけないんですか？興味があるんだったら自分で調べてくださいよ。なんで自分で調べなきゃいけない？だってあまりにもひだってどあかっなたたかがら興味さ。あるんでしょ？なんで僕がいや、答興え味あないるっというけか、ないんでバすカにか？してるっていう。うん。はあ。いや、バカにしてお前ればかいいんらじゃ聞いないですてか？バカにしてる。うん。どうぞどうぞ。はだい。から教えてって。バカにされたくいや、なだくてから説明教えできるない義理の？はじゃないって言ってるじゃないですか、僕。あ。義理なんてあるわけねえじゃん。だって。ないっすてよ。めえと何の脈絡もねえんだから。ないっすよ。だああ、かだら、からなバんカでにあしてるの、から聞いてるから教えてっつってんだけど、教えてくんないの？日本語わかります。だから、義理がないから言う必要ないですよねって、勝手に調べろっつってんのよ、バカ野郎。
義理がないやつ、凸待ってしてんのはお前でしょ？だって、コラボ待ってんだから。じゃあ、何の凸を待ってんの、これ。あなた言ってる意味わかります？あなたに答える義理はないっつってんすよ、僕は。で、日本語わかんないで答えするか？義理はない。はい。自分で調べてっていうふうに言ってるでしょ。あまりはい。にもひどい試合だったから、興味をはい。ちょっと持ったんだけど、自分で調だべからてって興こ味とをな持っの。たんだったら自分で調べればいいじゃん、過去恥のをこさとらは。したくないから自分で説明できないの？いや、違う違う違う。恥を晒してるから。アーカイブ全部残ってるから。だっで、て、興凸味があ待ちるんしだってたんだからら、さ、どういう話を聞かれるかなんもてしわもかし、んない電じ波がゃちょっと、なんすか？なんすか？ん。だって、凸待ってんでしょ？凸待ってて、ね、どういう質問されるかとかさ、わかんないじゃん、そんなの。まお前は単純にさ、俺にバカにされると思って、ね、そういうふうに不快な思いをしたから、義理がないとかっていうふうに言ってるだけでしょ？あまあ。いや、例え僕、ば自分さ、で調べてくださいって普通のリスナーさんにも言いますよ。じゃあ調べる気ないんで教えてもらえませんか？だから嫌だっつってんの。頭悪いな。どういう練習してたかも載せてたの？全部載ってるよ。YouTube にも検索出てくるし。待って、だってさ、基本う的にさ、パンチを出すときにさ、練習してればさ、腰が引けた状態でさ、練習なんてしないと思うんだよ、まず。ん。うん。うん。だから試合当日、だから緊張したりとか、相手にビビってああなっちゃったんだよ。あ、そういうのがあったの？うん。あ、格闘技の経験はないと。なかったよ。今あるよ。ジム通ってるから。ああ、どうなの？腰引けてない？まあ、わかんない。本番になってみないとわかんないけど、俺自身あれは悔しいと思ってるから挽回したいとは思ってるよ。ああ。でも多分さ、スパーリングとかやった？練習のやった時に。よ。何本もやったよ。したらさ、そういう体勢がついてくると思うんだけど。うん。あなたさ、リングに上がったことある？ 300 人の前で殴り合ったことある？ある？ある。うん、どういう試合で、どういうふうな結果で、どういうふうになった？初戦。人生で初めての経験で。ボクどういシうン大グを会？やってて、ライセンスを持ってたから、それで試合をして、普通に勝った。判定だったけど、勝ったけど。4回戦でさ、いきなり上がった時にさ、じゃあ万全の体制でできた？でき思っる。ただっように。て散々練習して、スパーリングもしてるから、目も慣れてくるんだよ。パンチとか飛んできても、一般の人ってさ、パンチが飛んできたら、瞬きをしてしまったりとかするんだけど、散々スパーリングとか繰り返してたりとかすると、瞬きとかをしなくなるんだよね。要はスポーツやってる人っなんて。ていう選手名で検索したら出てくるの？記録は。個人情報だから、それは言えないかな。プロで活躍してたんでしょ？プロで活動しててやったって言ってそうそう出せないの？そうそう出せないって個人情報に関わることだから言えないでしょ。そりゃそうでしょ。じゃあそういう仕事をしてきたってことね、あなたは。やってきた。だからそのことに関して言及してる。そもそも練習してスパーリングとかやってたりとかしたら腰が引けるのなんてあっという間に治るんだよ。どんなにビビりなやつだったりとか喧嘩したことなくても、ね、1週間とか2週間とか練習すれば腰の引き方なんてまずそもそも治るわけよ。俺、個人情報を気にするプロの人初めて見たからびっくりしてるんだけど、ちょっ今と現ある。在は活動してないから個人情報は言えないよね。じゃあ過去のこと人に聞く資格ないよ、あなた。俺は全部過去なんのことで？調べたら出てくるようにさ、自信持ってやってるけど、あなたプロで活動しててさ、過去の名前は言えませんっていうのがちょっとよくわかんない、俺には神経が。まあいいけど、あなたのなん生きでだ方よ。だから。なんでだよ。今活動してないのに。自分がさ、過去にやってきたことなわけじゃん。しかもプロとしてライセンス持ってるのすごいと思うのよ。で、別にそこんれ、なとだっこたで、ら、その個そう人いう情功報を績が隠あるっすんていだっう。たら、別にそれを隠し通せって思うけどね。言えないんだっ隠したら。通せって、だからね、それをね、隠し通せって言うっていうか、お前が格闘技やってて、ね、その腰が引けてる部分に関して言って、ね、そういうふうに300人の前でどうのこうのっていうふうに言ってきたから、あるよって正直に答えただけじゃん。お前が聞いてきたんでしょ？俺別に自己申告してないんだけど。いや、聞いてきたんでしょって、だから、ないでいいじゃん。言えないって。言えなんもでしだないよ。ような過去で、
ソースも出せないんだったら、あなたが言ってることが本当か嘘か分かんないでしょ？なんでだよ、今説明してることで大体信憑性を増していくだろう。それが真実にたどり着かなくても。言ってる意味分かんないんだろうね、多分。え、だから、よっぽどだと思うんだよ。だから、その腰が引けた状態。だって、練習って、その、どれぐらいやってたの？それをまた調べろっていういの？や、だから足りなかったと思うよ、俺は。それは受話器なあ、でそ言っのて練るよ。習自体が。だえ、からだって、ジスムパ通ーリングもえ。やったんでしょ？やったよ。え、スパーリングなんてさ、ほとんど観客はいない実践みたいなもんだと思うのよ。その、マスみたいなもんだから。要は、だから、ヘッドギアとかしたりとか、ね、マウスピースしたりだとかさ、そういうのやったりとかしてて、体勢がだいぶついてくると思うんだよ。目だからいい？そもそも、いや目視力。悪い俺乱視え、試合の時はどうしてたの？裸眼裸眼？え、そのビビってたって、さっき自分で言ったけどさ、それって視力に関わってきてることなの？いやそれとも、関要係ない、は気相持手にちの殴部ら分れだるね。みたいな。いや相手が思ったよりも距離が遠かったっていうのと、あと反射神経が良かったっていうので、前が遠かったの。キックが初めてだったから。で、蹴りも重たかったし、一発目もらっちゃって面食らったっていう部分はあるね。そんなに、だからさ、格闘技自体に自分が向いてないって思うでしょ、でも、まあ、やっ思ってみたてよ。て。今でもやってて思うよ。だって、32歳で部活とか運動とかほとんどやってきたことないし、部屋に引きこもってずっとやってきたわけだから、当時から思ってたよ。今でも向いてはいないと思ってるよ、俺は。あれってさ、捨て頃ってそもそもエンターテインメントみたいなのでやってるから、本当にこう格闘技をさ、練習してやってるものではないんでしょ、別に。まあ人による、それは。格闘技をもともとやっていて出たいっていう人も今回からいるし、地下格30戦やってる人とか、総合やってる人とか。でも、まあ基本的には有名配信者が、殴り合わせてっていうエンターテインメントがメインだね。でもそなんれはかあ人まにりよにるんじゃん。もね、その、ちょっと泥仕合だったから、ちょっと気になって、ちょっとそこを聞きに来たんだけど、じゃあエだっンたらター普テイ通メにント、聞けやよ。俺全部は見てないんだけどさ、なんかそのエンターテイメントとも呼べるようなものでもなかったからさ、なんか大丈夫かなと思って。例えばさ、その腰が引けてる状態でも殴り合ったりとかさ、そのなんか立ち向かっていく精神みたいなので、感動したりとか、そういうエンターテイメントになるようなものもあると思うよ。いろいろ見てて。なんかお前はなんかそこまでに値しなかったなっていうふうに思って、俺は単純にね。一意見としてさ。その、次は頑張れそう。あなたには関係ないかな。関係ないってなんでだよ。それ YouTube に上げたりとかして人に見られるようなところでやってんだから関係あるだろ、普通に。いや、関係俺だっないっててい視う聴者か、の一人だろ。いや、別にあなたのために頑張るわけじゃないから。いや、別そういうに、ことを言ってるわけじゃなくて、いや、俺だはか一ら意見別で来に、てんだって。いいんじゃない？またかっこ悪いって言ってもいいし、頑張ったなって適当にいいけど、俺は別にあなたのためにやってるわけじゃないから。違う違う。だから、その、周りに対して見せようと思ってやってることは確かでしょ？そこに含まれるのもいや、だ俺かもらいる勝ん手だによ。見て勝手にどうこう思えばいいんじゃない？え、じゃあ、ね、他の人にもそういうふうに思ってるってこと？いや、俺のことを応援してくれてる人のためには頑張りたいと思っだてからる。そういうふうでにもあ選な別たにしはてんだ関ろ？係ない。よく思ってくれる人はそういうふうに見て、悪く思ってる人に対してはそういうふうに見てるわけだろ？そうだだかよ。ら、エンターテインメントでやってんだったら、そういう概念捨てて、自分がね、良くもアンチもあな信た者がそうも、思うんだったらあなたがさ、出ればいいじゃん。え、何が？俺が出たところで、だって相手ぶっ飛ばして、それで終わりじゃん。だって、試合もク知ソらもエなンい、ターそんテインなメンもん。トも興ない。味ないから。あなたがそう思うんだったら、あなたがプロってそういうもんじゃないって言うんだったら、あなたがやればいいじゃん。プロじゃなくて、エンターテインメントに値しないっていうふうに言ってんの。だからそういうふうに思うんだったら、あなたが見せてくれよ。出りゃいいじゃん。なんでだよ。俺が意見言ったら、なんで俺がそのお手本にならなきゃいけないんだよ。だって、コラボよとくかわだってかんしないてんんだけだど、あろ？なたがそうだと思うんだったら、あなたがやるべきじゃない？そういうふうに。
なんでだよ、俺ができないことでも相手に対して言うことはあるだろ。テレビ見てたってそれはあるんじゃもうない俺はかそよ。れこいカッつだコらし悪いねと思試合うしてんかなとかっていうことはあるだろ、普通に。ら。いや、だから言ってればいいじゃん。そこ否定しないだのから俺。言ってるって。言ってるって。だったらお前が強制してくんのよ、俺に対して。強制はおして前ながいやれよ。ばいいじあゃなん、みたたいがな感強じ制で。してんだよ、俺に。だってお前はエンターテインメントで見捨てる側なんだろ？見捨てる側だったら腰引けたパンチとかしねえでよ。ね？練習してなくても前に出ることなんていくらでもできんだよ、そんなの。お前の気持ちの問題だろ？周り見てくれてる人がいるんだったら、お前その気持ちをってじゃあやい前や、に出見ろてや。くれてるって言ってもさ、あなた何にも知らないでさ、試合だけ見てバーって言ってるだけじゃん。知らないよ、そんなの。あなたの人生に干渉するつもりないから。見たきゃ見ろっつってんの。違う。お前の一存でしょ？その試合で腰が引けてたっていうのは、お前がビビってたっていうだけの話でしょ？だって少なからずお前こんだけ閲覧いてさ、ね、お前のこと応援してくれてるやつもいるんだから、その気持ちしよったら、ね、腰引けないで前に出ることだって可応能援だっしたてと思くうれけてど。る人とか200名に言ってんじゃなくて、俺あなたと会話してんだ。あなたが別に見ようが見まいがどう思うが好きにしてくれっつってんの。あなたに答えることなんか何もないっつってんの。で、な俺んにでだよ、文コ句ラがあボるとんつだっ町たでら不愉自快に分なったでからやだれろ。よ。いや、コラボとつ町で俺に不愉快なこと言われたからだろ。そうやっていや、不機そう嫌にだなっよ。てんだそうろ。だよ。不愉快だよ、あなたの態度。いきなり初対面であってさ、僕あなたのこと何も知らないのにさ、お前扱いされたりさ、こんな安い挑発されてさ、なんであなたに文句言われないといけないんだよ。安い挑発されてお前が目くじら立ててんじゃん。そんなことでへそ曲げていや、ねえで立てさ、るだ別にろ、普俺に通に対しての考意えて。見に、な、俺に対しての意見に答えればいいじゃん。いや、答えてんじゃんだから。一意見だろ。俺だってちゃんと話してんじゃん。別にバーカバーカ、お前クソみてえだな、しいょうもや、ねえあとかな言ってたの煽っ態てるわけ度じゃねえじ嫌ゃん。いだよ、俺。なんでだよ。なんでだよ、つうか、初対面でさ、こんなさ、お前とか言われたりさ、腰抜けだの何なのとか言われてさ、で、俺のこと別に知りもしないで、ただ言ってるだけじゃん。剣客町で突っかかってきて。コラで、ボあ待な、ちしてるあ、んだったら別そういうものも想定に入れとけよ、じゃに。いや、入れてないとは言ってないよ、別に。だからこうやって対応あ。してるわけじゃん。だけど、僕はあなたが嫌いだっつってんの。嫌いだからなんだろうっていう話だよ、俺からしたら。だったらエンターテインメントに値しない、そういう試合。前回もそういう試合をしいや、て、だから、次あな回たはエンターどうテイですメントかっがどうて。のこうのって語ってるけど、俺よりもエンターテイナーなんでしょ？だったら人集まるよね。僕なんであなたの名前も顔も知らないのじゃ。俺にエンターテイメント語るんだったら、俺よりも面白くて人集まるはずなんだよ。え、な言っんでてるだ意よ。味わか俺る？がお前に対してエンターテインメントではないって否定したからって、なんで俺がエンターテインメントになるんだよ。バカじじゃゃあねえの。さ、あなたさ、自分ができないくせに人のことこき下ろすってなんでできんの？そんなのいるだろ。テレビ見てる視聴者じゃあどうなんだよ。い有や、だ吉から、がく毒舌だら吐いねえってつってんて、の。ね。有吉がいや、毒だ舌吐から、いくてて、だ有ら吉ねえっのつって毒んの。舌を、な、否定するやつもいだるから、だろ。いいじゃん。それぐ俺らいには思っ捨ててくれ頃てもいい出んだる。けど。応援してもらう。で、お前みたいなクズがいる。で、俺はお前の人生に干渉したくないっつってんの。自分のさ、都合のいいものだけを受け入れてさ、それ以外をさ、ね、お前は蹴散らしてるだけの話でしょ？要は。都どう合いういいこじと？ゃん。メンタル弱いでしょ？そんなやつなんて。練習したところなんて、エンターテインメントに値する試合なんてできねえよ。そんなやつが。だって俺いや、に言われて不機嫌になって、あなたのことが嫌いですって言ってるくらいのメンタルでしょ？そんなやつが第2回出たところでエンターテインメントに見せられる試合なんてあな出たねえよ、ね、バカ。あなたアホね、か、お前。しあょうなもな。たみたいな態度を取られたら、普通誰でも不快だと思うよ。知りもしない人に俺、唾吐きかけられてるようなもんなんだぜ。いや、なんそでんなどこ当の然誰だかっもて。わかんないさ、やつに唾さ、こ吐いんてなにどうぞっていうさ、コラボを待ってんでしょ。俺は普通、一般常識で考えて初対面で、こういう態度を取ってくる人は俺は好きではないっていうのは普通の意見だと思うけど。え、さっきだってそこはいいっていうふうに言ってなかった？言ってないけど、一貫してずれてないわ。はあ？ え、だってお前さ、俺に対して、ね、嫌いだから、嫌いだ嫌いからっでてす。結論付けたわけでしょ？はい、嫌いです。で、常識がないっていうふうに俺にはい、対常して言っ識たよないね。と思います。はい。え、常識なくてもよかったから別に話してんじゃないの？別にいい常でしょ？識なくそてこは。いいと思ってないから指摘してるんでしょ？あなたに。よくなかったらコラ日ボ落本と語わせるでかしょ。だっる？て。は常い？識ないなと思ったら、ね、話をしないって遮断して、その場でコラボ落としたりとかするでしょ。指摘するってことは、なぜですか？その指摘するのはなぜですか？いや、不快だからだよ。不快なものに不快って言って何が悪いんだよ。不快なものを受け入れてる状態があるんですけど、なぜですか？受け入れてないよ、別にあなたのこと。批判してるんだけど。え、だってコラボしてる状態なんだから、コラボ落としてないじゃん。受け入れてる状態にあるよ。
いや、だから、あなたここのの、バカリスナーも分かってないけど。いや、あなたが日本語わかってないんだっクて。ズ。うん。なんでだよ。なぜ？なぜ？だから、あうん。なたの態度が不快だって言って、不快だっていうことがなぜ理解できないの？だって不快させに来てんだもだからん。それ迷は分か惑るだの？よ。喋り方で。いや、だから迷惑だって言ってんね、の。迷惑でコラボを落とさないで指摘を続けるんでしょ？どんだけはい。頭悪いのって話じゃん。どんだけ頭悪いの？例えばさ、居酒屋で目の前に人がいて、この人不愉快だなと思ったら話しませんよね。この人と話すのやめようって席移動させたりとかするよね。移動したりとか。するでしょ？あなたが話しかけてきてる状態なんですよ。で、居う酒屋でもし絡まれて不快だと思ったら注意しますよ、どっか行ってくださいって。ん。うん。え、どっか行ってくださいなんて言われてないんだけど。じゃあ、あなたの態度をムカつきますって言いますよ。どっか行ってとは言われてないんですけど。言われてないよ。指摘してるんでしょ？お前が指摘してるっていうふうに言ったんだよ。あ、それに対して俺は反論を続けてる。お前の主張がある限りね。バカリスの後で叩いてやるから待っとけ。しょうもね。あれ、答えられないですか？ごめ居んなさい、酒屋で質どっ問なんでかす行っか？てくださいっていうふうに言うんでしょ？で、どっか行ってくださいってことはさ、自分が受け入れられないってことでしょ？僕に絡まないでくださいってことなんだよね。言いますね、で、はい。今の状態と当てはめたら、コラボを落として、ね、来ないでください。不愉快なのでっていうのが正しいんじゃない？お前が言ったことっていうのは。じゃあそのまま、はい。不愉快なんで落ちていただけますか？お断りします。あれ、あまりにもバカにされすぎて、ね、自分のプライドを傷つけられて落とせなくなっちゃった？まだ頑張りたいな。他に手立てがないかなって思っちゃってんの？いや、別に思ってないですけど。だってお前の言ってることってどっか行ってくださいっていうふうに言ってんのに、今落とそうとしないんでしょ？それとも、ちょっと、あれ？頭の片隅でもうちょい喋らして閲覧を上げて、それでいいとこまで来たら落として、あんまり考このえて件でないでいいすかなっね。ていうふうに思ってない？いや、ただただ不快ですね。不快なのに聞き続けるのはなぜですか？コラボを落とす権限がお前にあんのに。僕にはありますよ。はい。え、ド M っすか？まあまあ、どちらかっていうと M かもしれないですけど。ああ、じゃあ多分それが発動しちゃってんじゃないですか？だったら俺に対して反論もしなくていいんじゃないですか？ M なら。はあ。ボコボコにされた状態で、M であれば。でもリスナーが不愉快そうですけど大丈夫ですか？後で傷、癒してあげてください。リスナーまあ、の。不愉快でしょうね。弁明して、僕は大丈夫だよ。僕のハートは壊れてないよっていうふうに説明してあげた方がいいんじゃないですか？ じゃなきゃ多分リスナーともども崩れ落ちちゃいますけど大丈夫ですか？どういうことですか？あれ、崩れ落 M ちなるっのにていう反のは。抗してくるんですか？あれ？ M なのに反抗してくるんだ。これは良くないな。S 発動ですか？ここで。ちょっと使い分けてくるのやめてもらえません？ M なんでしょ？どちらかといえば M っていうふうに言ったんでしょ？だったらボコボコにされてる状態でもいいんじゃないの？ただコ僕、メント欄に M はイ S がいるコかールもしれな喋いらかないっら。ていうのは、ちょっと頭悪すぎません？え、なんでだよ。だって SM クラブ M にイ行ったりとコーかルし喋て、らない人なんですか？え、じゃあどうして欲しい喋でる人すっはていうの S がなん M でなすんじゃか？ない？喋る人は S なんですか？え、どういうふうにしてほしいっていうのが M だと思います。でもお前は俺に対して反論したから S なのかっていうふうに俺が言いました。はあ。はい、何も手立てないですね。酔うわ。酔うわ。どうですか？ M さん。満足いってます？もうちょい行きましょうか？リスナーでもね、これ多分、ね、S の人とかもいると思うから、M のお前がしっかり、S の人、ね。お前が逆にだよ。逆に S のスイッチを頑張って入れて、S の人にもちゃんと説明をしてね。わかった？俺別に落ちてあげるけど、お前がここでボコボコになってね。
ね、S と M の関係っていうのは、M のことをやりすぎちゃよくないんだよ。わかる？でもお前はやりすぎてしまったって思われたわけでしょ。なあ、俺もこの辺にしといてあげるから。うん。わかった？クソリスナーしかいないし、ね、文句があるやつがいるんであれば別にここにあげればいいじゃん。全然相手してあげるから。どんなやつが相手になっても M になっちゃうんだから、どうせ俺相手にすれば。わかる？うん。ぶちのめしてやるから、上がってこい。この M 喋んないし。トシは逃げるって、なんで逃げんだよ。え、やりますか？俺と、全然。全然やってあげるけど。ああ、この M もちょっと、涙目になってきてるのかな、これは。どうでしょう。タバコ吸って、余裕を見せつけております。さあ、苦しい状態です。こっからどう挽回するか。おっと、さっきまで偉そうに語っていたところ、急に現れた俺にボコボコにされ、M と名乗ってしまい、喋れない状態になってしまったと。次はいつ喋るのか？考えてるのか？策を考えてるのか？だが何も出てこない。さあ、どうする？次出てくるセリフは何だ？みんなで楽しみに待ちましょう。落とすか？それとも反論するか？そしてまた俺に言いくるめられるか？どうなるか？ 皆さん、こういうのを八方塞がりって言います。八方塞がりで突破口を見つけようとしても、俺にボコボコにされてしまうというね。どうぞ、M、喋れるか、お前。S の俺が聞いてんだ。答えなさい。はい、もうダメですね。じゃあ、僕、今ここで落ちますけど、逃げるでも何でもいいんだけど、お前らのことなんて別にボコボコにできるから、いつでも。ね？こいつが、いい？この和道が、和道？ガド？なんだかよくわかんないけど、俺が落ちた後に何を語るかで、じわらないように気をつけてください。皆さん、わかりました？多分、言い訳をこねるんです。彼みたいな人は。わかりますか？なんかよくわかんなかった。彼が何が言いたいのか分かんなかった。何を結論としたのかがよく分かんなかった。あらゆることを言うと思います。でも、君たちはリスナーだから、それすらも受け入れてあげてください。あ、バカなことを言ってんなって。あ、和道だか我道だか知んねえけど、ね。またバカみたいなこと言ってんだ。言い訳こねて、ここまでボコボコにされて、喋れなくなっちゃって。うん。整体切ってもいいんじゃない？うん。お口が飾りなんでしょ？オタクは。大丈夫ですか？ああ、ダメですね。長いっていうふうに言ってるけど、閲覧上がってますけど、ね。だって、主が、ね、コラボに枠を乗っ取られちゃってんだわ。情けなー。俺だったらこんなことさせないけどね。絶対。俺は間違いなく。自分で枠やってたら、相手がどんな状態で来ても、俺は言い返しますよ。でも彼は、ね、M なので、こういう状態を取ってるらしいです。どうですか？何か思い浮かびました？それとも僕が落ちて後から言い訳こねます？でも多分ね、配信者だし、喋りたいと思うから、俺この辺で落ちるよ。あえて空気読むよ。で、言い訳こねると思うから、その言い訳、要は学芸会ね。それ聞いてあげて。で、あと、リスナー、お前らのやる仕事は、慰めてあげること。わかった？わかった？大丈夫だよって。いつまでもついていくからって。ステゴロ2に出て、また腰が引けてパンチを打っても、見に行くからって。グッズも買う。ステッカーも買う。出してるのか知らないけど。ね。そういうふうにやってあげること。リスナーは。わかった？じゃあ、頑張ってください。僕が落ちた後の言い訳。それだけ聞いて落ちますよ。頑張ってね。